それでは続きまして10月7日月曜日8面久喜産業産地化プロジェクトの記事です。自給率 0.03% の国産ごま生産拡大に向け、ごま製造メーカーの久喜産業は三重県ごま産地化プロジェクトとして国産ごま栽培を5年前から進めています。昨年は県内36カ所、今年も県内42カ所、約 16.5 ヘクタールで栽培しており、松阪市では農業者だけでなく福祉事業所小石の里、県立明野高校とも連携して初めて取り組みました。小石の里の職員や入所者と同校生産科学科3年の生徒らは6月下旬の種まきから共同で作業を進め、同社の指導を受けながら除草、肥料やり、約2週間前の収穫まで取り組んできました。収穫したごまの乾燥が終了し、同市稲城町の小石の里近くの乾燥ハウスで4日、手や木の棒でごまの木を叩いて実を落とす脱粒、ごま以外のものを取り除く調整や選別などの作業が行われました。脱粒後はブルーシートの上に落としたものの中からろ過器を使って2ミリ以上のものと1ミリ未満のものを除去し、商品流通する1ミリ以上2ミリ未満の粒を選別。出来上がったごまは同社を通して販売予定で、男子生徒の一人は初めて取り組んだがごまの粒がこんなに小さいとは思わなかった、協力して作ったごまが全国に届くようになってほしいと話していました。作業を見守った同社の近藤和夫技術顧問は、学生には作物の勉強になり、難しい作業はないので福祉事業所の方の仕事も作ることもできる、機械化も進めつつ手作業も大切にし、日本柱で進め、日本中で作っていただけるように三重が先駆けになればと述べました。国産ごまの自給率が 0.03% なんですね。日本の食卓に並んでいるこのごまほとんどが輸入であるということなんですね。農家にとってこのごまの栽培はほとんど手作業で手間がかかっていて、高齢化もあって生産量は減り続けているというのが現状だそうです。こうした課題感を受けて今回の久喜産業さんでは国産ごま栽培に力を入れているということなんでしょうか。これを解決するために福祉事業所などと連携して仕事を創出して課題感を解決しようという取り組みはなかなか面白い取り組みではないかと思っています。国産ごまはセサミンなどの機能性成分が多く含まれていることで知られていまして、需要は年々高くなってきているそうです。その需要に応えるように多くの方が手間暇かけて栽培してくださっているごまですよ。しかもこの1ミリから2ミリの間じゃないといけないっていうね、大きすぎてもダメ、小さすぎてもダメっていうこの難しい、ほんと小さいですからね、この部分を選別するっていうのも相当大変なんじゃないかなっていうふうに思います。この国産ごま、少しですねこういった背景も知りながら意識して食事に一品加えていくっていうのもいいかもしれませんね。